スウィープスが観測したいて、ザアイ・ウィンドウ。惑星が発見された位置は緑色の円で表されている。サジタリウス・ウィンドウ・イクリプシング・エクストラ・ソラー・プラネット・サーチとは2006年に行われた天文サーベイである。初期検出法を用いて太陽系外惑星を発見することを目的とし、ハップル宇宙望遠鏡に搭載された。 装填観測用光性能カメラを使用して18万個の構成を7日間監視した。スイープスでは太陽系から2万7000光年の距離にある銀河系中心部の構成を観測対象とし、いて、ザ・アイ・ウィンドウと呼ばれるいて、座の一角に望遠鏡が向けられた。銀河系の円盤には背景光を遮る静観物質が分布し、 銀河バルジの観測を妨げているが、いて、アイウィンドウの方角は、生還物質が少ないためバルジに属する多数の星を同時に観測するのに適していた。サーベイでは16個の太陽系外惑星の候補天体が発見された。発見頻度は太陽系の金傍と比べ同じ程度だった。惑星の光天周期は0.6日から4.2日の間に分布しており、 公天周期が1.2日を下回る惑星が発見されたのは初めてだった。スウィープスのチームはこれらを極超短周期惑星と称している。ユスプの発見は低質量の星の周囲に限られることから大質量の構成ではアスプは破壊されてしまうが、そのような軌道にまで惑星が移動することを妨げる何らかのメカニズムが存在することが示唆されている。 発見された天体のうち、スイープスマイナス4とスイープスマイナス11は、主行性の明るさが十分に大きかったため、視線速度法による観測を行うことができた。その結果、両天体が実際に惑星と呼べる質量を持っていることが確かめられた。下の表は、ネイチャーに掲載された記事を参照した、エクストラソラープラネッツエンサイクロペディアとシンバドのデータに基づく。 スイープスによって発見された太陽系外惑星の一覧を示す。スイープスによって周囲に系外惑星が発見された構成の一覧を示す。ありがとうございます。